岸谷五郎岸谷五郎は日本の俳優ディスクジョッキー演出家所属事務所はアミューズ大型妻は元プリンセスプリンセスの岸谷香織身長175センチメートル東京都武蔵野市出身東京都立小平高等学校卒業中央大学小学部中退中大在学中の1983年に三宅裕二が主催する 劇団スーパーエキセントリックシアターに入団。履歴書に特攻服姿の自分の写真を使う入団試験の課題の一人芝居として土下座する相手を死刑にするという芝居を行うなどして見分けを驚かせた。同年に若手公演の夜明けのミステリーはローズマリー風味で初舞台を踏み看板俳優として活躍。1987年に同劇団の寺脇康文。 山田幸信とユニット、セット隊を結成し、ラジオドラマやコントなどの活動を行う。昔、詐欺事件に関与して告訴された経験があることを、テレビの深夜番組本番中に、三宅に暴露されたことから劇団との溝ができ、また役者として独り立ちするため1994年に劇団を退団。このテレビ局のメイクルームで、と鉢合わせし、からは、 大物になったという趣旨で冷やかされ、恐縮したと話している。同時に対談した寺脇とは、企画ユニット、地球、ゴージャスを結成。寺脇とは、地球ゴージャス公演の脚本を執筆する際に、お互いの家を行き来する中でもある。1990年10月から1994年9月まで、TBS ラジオで放送していた、岸谷五郎の東京ラジオクラブで、初めて、 ディスクジョッキーとなり、中継コーナーや、後期の金曜日、木曜日には、本邪魔家のめぐみとしあきと共演。この番組がきっかけで二人の知名度が急上昇。映画、月はどっちに出ているでは主役に抜擢され、以後テレビドラマや映画に引っ張りだことなる。テレビ小説、テルテル家族では、関西弁を音符に置き換えて習得した。また、レディクラ開始前の事前番組。 レディオクラブ発射寸前にて、ポップン・ルージュ担当のプリンセス・プリンセスのボーカリスト、奥井香織がゲストとして登場したとき、番組中に壮絶な喧嘩を開始し、この雨と放送禁止用語を生放送で叫んだ。しかし奥井はその後も、同番組には、頻繁に、ゲスト出演しており、1996年6月28日に二人は、結婚。 プロポーズはその4から5日前で、岸谷の自宅でビールを飲み、柿の種をつまみながら、俺と一緒に記者会見を開きませんかと切り出し、奥井が、そうしますかと応じた。現在、二児の父親。岸谷は奥井制作の番組企画用デモテープを奥居宅まで取りに行った、奥居宅の近所で一緒に飲んだ、一緒に J リーグの試合を見に行った。 レディクラ内で奥井との交際をリスナーに報告していた。金曜日のレディクラ直後に放送されていた TMN のスーパーギャングの番組中、突発的に小室哲也がイベントをやりたい、その MC に岸谷はどうかという趣旨の発言をしたため、スタッフの入るからか、すでに帰宅途中であった岸谷が、当時の TBS 社屋まで呼び戻されたことがある。その際、 TMN のメンバーから、女の部屋にいたのかと質問をされて、サウナにいたと答えている。流れで、レディクラに、たびたびゲスト出演していた TMN のメンバーからは、ゴロウちゃんと呼ばれていた。岸谷は、レディクラ、または、その後発のラジオ番組内にて、TMN の小室に、フェラーリをくれるよう頼んだことがある。同唱室は夜中に急に、中華料理が食べたくなり、 ヘリコプターを手配して香港へ食べに行ったことがあるという趣旨の逸話を話している。世界エイズデーに全国で開かれていれる AAA ルエ t ア g a i n ンストエイズの発起人でもあり、1993年以降自らチャリティコンサートをプロデュース、演出し、募金活動を続けている。AAA 関連の人物との交流が深く、ファンでもある桑田圭介のラジオ番組、 桑田圭介の優しい夜遊びにも出演している。また、桑田のことを公の場では大将と呼んでいる。ドラマ、醜いアヒルの子で北海道から東京に出てきた教師を演じたことがきっかけで、北海道に関係のある商品の CM に出ることが多い。舞台共演をきっかけに、本田美奈子とは親交があり、本田の葬儀では長寿を捧げた。映画、 平成無責任に一家、東京デラックスの出演者と共に、東京デラックスシンガーズとして、ヘイ、ヘイ、ヘイ、ミュージックチャンプに出演した際には、深夜のお笑い番組で、セット隊とダウンタウンが共演していた頃のエピソードを披露した。当時の収録現場のダウンタウンは、後輩である、今田孝二等と鶴見子は表な空気を出していた、という趣旨の発言をした。ダウンタウンは、 岸谷がお笑いをやめて俳優として有名になったことを責めた。お互いに感慨深かったようで当時を懐かしみ、終始わきあいあいとした空気であった。ダウンタウンからも五ロちゃんと呼ばれていた。2000年ドラマ最後のストライクで闘病中の津田つねみを演じるため8日間で約8キロの減量をした。2009年公開のキラーバージンロードで初の映画監督に挑む。 2009年9月12日、オールナイト日本サタデーナイトスペシャル、福山雅春の魂のラジオにて、愛車は未だに、マツダ RX-7 と告白していた。5万キロ走行。2012年現在も所有。2011年8月には、劇団エグザイル W、インパクト、レッドクリフアイでは、スタッフの一員として、演出を担当する。 2011年10月公開の夜明けの街でについて作品の結末を見に行った人と話すことで人間の多面性を感じることができると語っている。ありがとうございます。